任期満了に伴う裾野市長選挙は昨日投票が行われ、新人の村田春風さんが初当選を果たしました。村田さんは34歳で、県内の市や町で最年少の市長となります。反対！任期満了に伴う裾野市長選挙は開票の結果、無所属の新人で元裾野市議の村田春風さん34歳が1万1300票余りを獲得、現職の高村健二さん57歳をおよそ2200票差でかわし初当選を果たしました。村田さんは企業誘致での税収増や市の機構改革による財政再建など市政の刷新を訴えていました。皆さんが幸せが実感できる税金の使われ方をしていくように村田春風頑張ってまいりますので、今後とも本当にどうぞよろしくお願いいたします。一夜明け、市役所で当選証書が手渡され、村田さんは市政の舵取りに臨む決意を新たにしていました。村田さんは県内の市や町で最年少の市長となります。投票率は 50% で、4年前に比べて 0.42 ポイント下回り、過去最低となりました。